アレクサンドル・ビクトロビチス・ミルノフは、トベリ州トベリ出身の男性元フィギュアスケート選手。パートナーは、川口優子など。2010年バンクーバーオリンピックロシア代表。2009年、2010年世界選手権3位。2010年2015年、欧州選手権優勝。2010年8月に、一般人女性と結婚。2014年10月には、 富人との間に第一子となる男子を設けている。トベリ州、トベリに生まれ、4歳の頃にスケートを始めた。当初は男子シングル選手として活動していたが、17歳の時にペアスケーティングに転校し、アレクサンドラ・ダニロワとのペアを経て2005年に、エカテリーナ・ワシリエワとペアを結成した。JGP ・バルトハイで2位となったものの、シーズン終了後に解散。2006年4月、 川口優子と新たにペアを結成した。2006から2007シーズン、ロシアハイで3位。2007年3月世界選手権に出場し、9位となるなど頭角を表す。2007から2008シーズンは、スケートカナダ、ロシアハイともに3位となり、初のグランプリファイナル進出を決めた。グランプリファイナルでは、SP と FS ともに点灯があり5位に終わった。 年は明けて2008年1月、ロシア選手権で初優勝を飾り、欧州選手権のロシア代表に選出された。欧州選手権では SP で4位スタートとなったものの、FS で3位となり、総合3位、初出場でメダルを獲得した。2009から2010シーズン、欧州選手権では、SP、FS、総合得点のすべてにおいて、パーソナルベストを更新して初優勝。 FS では ISU 歴代最高得点も更新した。2010年4月、川口は肩の手術を行った。また、スミルノフは股の付け根部分を負傷したためにドイツで治療を受けた。その後、スミルノフがかかとを捻挫し、二人の治療のためにスケートカナダの出場を取りやめた。その後、ロステレコム杯で復帰し、優勝をした。東日本大震災の影響で、急遽、 ロシアへ開催地が変更となった世界選手権では4位入賞。エキシビションでは日本への思いを込めていつも何度でもお滑った2011から2012シーズングランプリシリーズに参戦出場。グランプリファイナルでは初のメダルの銅メダルを獲得。ロシア選手権はグランプリファイナルの前から痛めていた膝の怪我のために欠場。さらに出場を予定していた欧州選手権は 盲腸炎の緊急手術のために欠場した。世界選手権では SP でリフト中に転倒し11位と出遅れた。FS では4位と巻き返したものの同じくリフトで大きなミスを犯した。総合では7位に終わった。2012から2013シーズン、夏に。 右膝の半月板の手術を行った。欧州選手権はペア結成以来初めてメダルを逃した。世界選手権では SP4 位だったが FS の最後のリフトでフェンスに接触し失敗、ジュニーを6位に落とした。2013から2014シーズン、国内大会のパニンメモリアルで3回転、トゥループを転倒その時に断裂した膝のじ帯の手術のためにスケートカナダと NHK 杯の出場を辞退した。怪我からの復帰は間に合わず、シーズンすべての試合を欠場することになった。このシーズン限りでの引退を予定していたが2018年ピョンチャンオリンピックを目指し、現役を続行することを決めた。2014から2015シーズン、復帰戦のネーベルホルンハイで優勝。グランプリシリーズのスケートアメリカでは、自身初めてスロー4回転サルコーで マイナス評価を受けない実施をした。5シーズンぶりに FS のパーソナルベストを更新し優勝した。この優勝により史上5組目のグランプリシリーズ全6戦の優勝者となった。欧州選手権では SP2 位から逆転して5年ぶり2度目の優勝を果たした。2年ぶりに出場の世界選手権の SP はミスのない演技で4位につけた。しかし FS では スロー3回転ループの転倒をはじめ制裁をかきこいに順位を落とした。2015から2016シーズン、グランプリファイナルでは5年ぶりに銅メダルを獲得。ロシア選手権では3位に、SP で0.05点差、FS では0.07点差の2位で金差をかわして銀メダルを獲得した。この結果、欧州選手権と世界選手権の代表に内定した。1月20日、 川口のアキレス腱の断裂により、欧州選手権の代表を辞退した。2016から2017シーズン、グランプリシリーズでは2大会でいずれも表彰台を逃した。ペア結成以降、一つのメダルも獲得できなかったのは、これが初めてである。ロシア選手権でも初めて表彰台を逃し、5位に終わった。2017年9月22日、引退を発表した。R。 カバグーティアンド、アレクサンダースミルノフファインドニューモチベーション、ファイ、スケーターズ、ストラットゼアスタッフアットロシアンテストイベント、マイナス2018、R、ゼー、ゼー、ゼー、ゼアイブファイナ a l l y f ンドサムアン、ゼありがとうございます。